レンちゃん、早速来させてもらったぞ。こんにちは、さん。昨夜はお疲れ様でした。すみません、少々混み合っていてお待ちいただくことになりそうですが。ああ、構わん構わん、ゆるりと待たせてもらうだけじゃ。せっかくじゃし、看護師さんたちと楽しくトークさせてもらおうかの。もう、みんな忙しいと思うのでほどほどにお願いしますね。92番でお呼びしますので、しばらくお待ちください。うん、よかったら仕事上がりに黒猫の夜亭にでも。それよりちゃんと先生の話を聞かないとダメですよ。ライブハウスであった。お前さんもこの町に来ておったのじゃな。こんなところでまた会うとは、これもまた縁というものじゃな。時にあの夜連れておった女子は今日はおらなんだな。そうじゃったか。にしても相変わらずべっぴんさんを連れとるの。お前さんもなかなか隅に置けぬ男のようじゃな。
ただいま一部の課が大変混み合っております。順番にお呼びいたしますので、問診票をご記入の上お待ちください。サーチするよ。フィオから通信。うん、アクセスに成功したみたいだ。あとは受付番号さえ取ればすぐに順番を操作できるみたいだよ。いいってことじゃ。さて、わしも待ちに待った健康診断の結果聞かせてもらうとしようかの。はい、アークライドさんですね。耳の異常と伺っていますが。なるほど、そちらの方々は付き添いでしょうか。とりあえずおかけになってください。症状を詳しく伺いましょう。
の夜明けよ、今こそ来たれ。け、オーザリゼット、待機中の連中に連絡を。はい。襲った連中と同じ。あの石によって増幅された霊視エネルギーの波動のようです。あ、これって昨日と同じ武器、気をつけてください。クソが、人間の盾にするつもりかよ。ですがこの人たちを傷つけるわけには。ああ、良平や半グレとは違う。牽制が大怪我になりかねねえぞ。ならば一人ずつ活を入れて落とすしかあるまい。ええ、それか鎮静用のシャード術式を。いや、ここは任せてもらおうかの。おじいさん、まさか。なんだと。触れずに投げた。あんたやっぱり。なんという天佑、ここは任せてもよろしいか。無論じゃ、獅子殿。裏弟子に連れの子らも、可愛い子ちゃんもおるし、お主らが元凶を払うまで抑えておこうかの。とんでもねえが、ああ、よろしく頼むぜ。ああ、もうわけわかんないけど、どうかお願いしますね。グラント医師はその先です。何としても捕捉しましょう。行き止まり？いや、匂いはする。リゼット、シャードサーチだ。はい。おいおい、隠し扉か。調べてみます。どうして病院の廊下にスパイ映画みたいな仕掛けが。なるほど、旧経営陣が関わっていた出所不明の出資金関連かしら。その可能性は高そうだ。そしてその出資元はおそらく。ええ、間違いないでしょう。ギルドと警察にも連絡を。こっちはこのまま踏み込むぞ。はい。ギルド支部とアンカービル社の番号は。怪盗のアジトの庭先で。やってくれるじゃないの。さっきのご老人は大丈夫でしょうか。完全に任せてしまいましたが。いえ、多分問題ないはずよ。うん、あの御仁ならば。ちなみに獲物は太刀だろうな。なるほどな。情報にあった。ならば今は進むのみでしょう。